あとね、最近の話題。キネクト。キネクトうちに来まして。で、夏前ぐらいに、まあ、ロス行って E3 で、まあ、キネクト見て、で、その時にキネクトアドベンチャーっていうゲームをね、その、なんつったらいいのかな、ゲーム自体は、スプラッシュマウンテン的な、もしくは、インディ・ジョーンズの、まあ、アドベンチャー的なやつなんですけど、キネクトには、その普通のセンサーの回路の中にカメラが入っていて、なんか終わるとこう実写を見せられるっていう、それが興ざめするって話をしたんですけども、強化されてます、この興ざめシステムが。キネクトスポーツっていうのをやらせてもらったんですけど、まあ、100メートル走とかハードルとか、ね、いわゆるハイパーオリンピック的なやつ。で、またキネクト本当に、なんつうのかな、認識がすごいのよ。俺どうやってんのかわかんないんだけど、体に何もつけてないんだよ。で、いてそのカメラで撮ってそれを分析してるだけなんだけど、例えば、大の字になってるやつを、認識するのはわかるじゃん。体の形がそうだから。それを目の前で手をクロスさせて、右手を左に、左手を右にするじゃん。そのクロスもちゃんとしてんだよね。それがどうしてなんてちょっと思うんだよね。ちゃんと目の前で X にしてる感じに、ちゃんとなったりとかするんだよね。で、一応そのスポーツとかやってると、そのスポーツが終わると、散らかってる部屋で夜一人で、走ってる俺の姿をムービーで見してくれるのね。で、さらには、ダンスエボリューションっていうのがあって、ダンスエボリューションってなんかパラパラ踊ってる人の横でダンスナードレボリューション的にパラパラを踊るんだ、見本の通り。で、それが、別に綺麗な CG のお姉さんだけ踊らしとけばいいじゃん。踊らしとけばいいのに、実写でそこに俺の体を晒すわけ。それで、ちょっとその、あまりにその、なんつうの、恥ずかしめ。その Xbox キネクトからの恥ずかしめが面白くなってきたから、真夜中で一人すっぱだかになってずっとそのお姉さんと一緒に、お姉さんを恥ずかしめてやろうと思ってね。その見本のお姉さんの横のところ俺すっぱだかになってずっとこうやって踊ってたわけ。で、したら次のうちの神さんが起きてきて、神さんが夜中ドタバタやつから何って言うから、ダンスレボリューションみたいなやつにハマって、すげえ踊ってたんだよみたいなことを言ったら、私もやるっつってやり始めたわけ。それで神さんのセッティングしてやったら、そのハイスコアの時の踊りの実写映像が姉さんとの横に並ぶっていうルールを知らないわけよ。もう神さん始めたにバカじゃないのって言われて、夜中に何やってるかと思ったらバカなんじゃないのあんたって言われて。すげえ奇妙なゲームで、だって真ん中にめちゃめちゃ綺麗な CG のお姉さんと、その右に体の、あ、肉という肉をタップンタップンさせてて、ボコチンね、丸出しの俺が踊ってて、その横のところに新たに参加した神さんが普通に服を着て今やってるのが映るっていう、何なんだろう、キネクト、ありとあらゆるゲームにその巣に戻ってやってる己の映像を入れるシステムが出てて、あれは必要なんだろうか。